にちは、まおです。はい、今回の動画は前回の質問コーナーの続きの動画となっております。今日もね、たくさん質問に答えていくので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、レッツゴー。はい、それでは早速答えていきます。投資選びに苦戦しています。まおさんはいつもどうやって選んでいますか？私はね、これ答えにならないんですけど、もう10年ぐらいかな、投資選びっていうのをね、もう長年やっていないんですよね。ずっと芸能民伝で、今はね、劇場から支給されたりだとか、日本で頼むときは型がね、ちょっと私のは普通に売っていないので、受注生産で注文しています。投資選びでこう重要なことっていうのは、一番はね、やっぱり足にフィットすることだと思うんですけど、その中でも私は幅と、あとプラットフォームの大きさ、この自分の立ちやすい大きさっていうのが重要かなっていうふうに思います。引き上げのコツは何ですか？コツはなんかコツかどうかわからないんですけど、こうお腹を立てるっていうか、こう上にキュッてやるイメージで、ピレットの時に言ったんですけど、こう頭の上にこう糸がついて、それでこう引っ張り上げられてるっていうイメージかな。フロアバーの動画ぜひ出していただきたいです。いつも応援しています。ありがとうございます。フロアバーの動画また出していこうと思うので、お待ちください。日本での起床から就寝までの過ごし方を教えてください。200人おめでとうございます。ありがとうございます。これもまた他の動画でやります。先日のピレットのコツのようなパノコツシリーズをやっていただけると嬉しいです。すごい3連チャンでリクエストありがとうございます。またね、やります。パドゥドゥのコツはありますか？パドゥドゥのコツは、一番はパートナーとの意思疎通だと思います。で、その上で信頼することというのが大事だと思います。アントルラセ、ランベルセ、カブリオール、ポアソン、プリエなどお願いしたいです。はい、またやります。高校受験でバレエを週1でやることになりました。この期間にやったら良いこととアドバイスお願いします。私は中学受験をしたので、ちょっと高校受験というのを経験していないので、どれくらい大変かとか、どんなのがあるのかっていうのをね、ちょっとわからない部分があるんですけど、勉強の合間にちょっと息抜きの時間とかあるじゃないですか。その時に息抜きでこう、例えば携帯見るんやったら、その携帯見ながらストレッチをするっていうのと、あとは自分のそれまでにできなかった、例えば回れなかったとか、足が上がらないとか、だからその部分を強化させる筋トレとかをやるといいかなって思います。あとはその息抜きの時間に、好きなバレリーナの動画をたくさん見ることかなって思います。現地の人は初めてロシアに来た時優しかったですが、留学を考えています。私が行った時は優しかったです。ロシア人は結構親日家の方も多いので、日本から来ましたっていうと結構みんな優しいです。膝が曲がってると言われ、半丈膝に頑張ってなったのですが、すごい。膝裏は伸びないままで曲がっているとやれます。良いストレッチなどありますか？半丈膝に頑張ってなったってすごいな。私がよくやる膝裏のストレッチは、ストレッチのルーティーン動画っていうのをね、上げてるんですけど、それの中でやってるポールに足を乗せて、足フレックスにして前屈ですね、それをやっています。フェッテを今度舞台でやる予定ですが、うまくできません。フェッテの時は意識することは何ですか？はい、これはね、先日動画に出しましたので、そちらご覧ください。すいません。大人リーナです。可愛くていつも応援しています。ありがとうございます。大人リーナってめっちゃ言い方可愛い彼氏はいますか？はい、彼氏はいます。同じバレエ団の子です。表現力を磨きたくてどんなことをしたりしていますか？これはね、主に確かジゼルのバリエーション解説動画の方でお話ししたんですけど、またね、これも表現力にフォーカスした動画を撮りたいなっていうふうに思ってるんですけど、簡単に説明すると、私はその表現が必要な時って、こうなんかお話がね、あると思うんですよ。そのお話をこう自分の中で理解して、セリフを考えて、それを心の中で言いながら踊るっていうことをやっています。あとはなんかこう鏡を見て、鏡の前にこう自分立って、自分のその表現がどういう見え方してるか、どういう風にやったらこう客席にちゃんと伝わるかっていうのを見て研究しています。腹筋の下の方を鍛えたくておすすめの筋トレありますか？レッグレイズとか、こうやって
今ちょっとできないんですけど、こう仰向けに寝転んで足90度上げて下げるとか、あとこうバイセクルってこう自転車漕ぎとか、あのね、腸腰筋を鍛えるトレーニング動画っていうのを以前ね上げてるので、そちらが結構ね腹筋の下の方にも効くので、ぜひ参考にしてみてください。セネをするとき足の間に隙間ができてしまいます。過去特に左、わかる。綺麗にする方法を教えてください。私が、恩師の揺山晴奈先生ってマリンスキーのもうすごい有名なプリマの方なんですけどに教えてもらった方法は、足の間にこう隙間ができてしまう人は5番で回った方がいいっていう風に言われて、私も結構それでねやると開かない感覚っていうのかなが分かるようになりました。こう普通ねこう1番とかで回ると思うんですけど、それをこうわざと5番にして回ります。そうすることによってこう内ももがこう締まるので、こう割と閉じて回る感覚っていうのがつかみやすいです。あとは内もものねトレーニングとかかな。グランバットマンで軸足が動かないようにする方法が知りたいです。はい、これもまた別の動画でお話ししたいんですけど、コツとしてはこの軸足のこう足裏でしっかりこう床を押すことですね。膝を押し込まずに持ち上げるにはどうすればよいでしょうか。なんか私が以前半長室ですというふうに言ったら、結構同じような悩みを抱えてらっしゃる方が多かったので、またねこう膝についての動画も出していきたいなっていうふうに思うんですけど、コツとしてはギュッてこう膝を押すんじゃなくて、こう太ももでキュッと上になんか持ち上げるってことかな。すいません、ちょっと今でなんかちゃんと見せれないんですけど、また動画にするのでよかったらご覧ください。回転のコツ動画勉強になりました。嬉しいです、ありがとうございます。ファラオの娘の解説をしてもらいたいです。これはもうファラオの娘のバリエーションはもうすでに踊って動画に収めてあるので、またリクエスト順にねやっていってるのでちょっとお待ちください。バレエをやめたいと思ったことありますか。はい、すっごいあります。私日本でバレエを習ってた時に、小学校高学年ぐらいか中学生ぐらいかなの時から、高校3年生の夏に留学するまでずっとバレエやめたいって思ってました。ロシアのバレエ学校に留学してからまたバレエが大好きっていう気持ちが戻ってきました。なので今は大好きです。将来の夢がバレエダンサーなんですが、親にすごい否定されるので励ましてほしいです。どういう理由で親御さんが否定されてるのかっていうのがわからないんですけど、もしかしたらおっしゃってるかもしれないんですけど、ただただバレリーナになりたいっていうだけじゃなくて、こういう人生設計というかこう計画、こうどこどこにいつ留学してみたいなっていうことをしっかりと説明してもらうことがいいかなっていうふうに思います。パキータとキトリの表現の違いって何だと思いますか。はい、これは以前パキータ・エトワールのバリエーション動画の概要欄の方でちょっとあらすじを書かせていただいたんですけども、パキータはジプシーだと思って生きてたけど実は貴族だったっていう背景があって、だからなんかそういう複雑な心情もあるし、でも貴族としてこう結婚するからこう優雅でこうちょっと身分の高いような踊りっていうそういう表現をしないといけないけど、一人は町娘なのでこうバジルと結婚できて嬉しいってい こう結構はっちゃけた感じだと思いますし、こうそのパキータとキトリの表現の違いっていうのは身分だったりとか心情かなっていうふうに思います。質問じゃないけどおめでとう、ありがとうございます。これは私がいつも日本に帰った時にお世話になってるネイリストさんなんですけど、この方も YouTube をされていて、YouTube ネイル塾ルミナルっていうのをされているんですけど、主にセルフネイルされている方とかこうプロの方ももちろんそうなんですけど、そういうネイルに関係した動画を上げてらっしゃるんですけど、普通に私そういうのじゃなくても素人でも見ててルミさんのねおしゃべりもすごい面白いし、なんか器用なこのネイルアートだったりとか、すごい最速でねこうネイルがオフされていく様子とかすごく面白いので、ぜひこちらもチャンネル登録お願いします。でインスタもされているのでそちらもフォローお願いします。ストレッチをしても膝裏が床につきません、かっこ伸びません、何か良い方法はありますか。これはちょっとね意識の仕方を変えてみるといいかなっていうふうに思うんですけど、こう膝裏が
こうつかない伸びないからって言ってこう膝をグッてこう伸ばすっていうかってやるんじゃなくて、あのかかとをねこうフレックスにしてこうかかとをこう押し出す、なんか誰かにこう押されつつそれを押し返すみたいな、こうすごいかかとを押し出すっていうイメージでやってもらうと、ちょっとねまた感覚も変わるし、こう意識を変えることによって伸びてくるかなっていうふうに思います。ブランク20年以上でバレエ復活しようと思っています。一番気をつけること、アドバイスお願いします。一番気をつけることは怪我ですね。私もずっと昔からやってるんですけど、こう若い時と今とでは全然もう体の中硬くなるスピードだったりとか、こう怪我とかねもう増えてきてしまったので、あのしっかりとストレッチをして体が温まった状態でレッスンするように気をつけてください。あとそのせっかくまたバレエを始められたということなので楽しんでください。はい、次で最後の質問です。将来の展望は、これからどんな風になりたいですか？すごいね、あの展望っていうほど大それたなんか素晴らしいものではないんですけど、自分のダンサー人生をこう充実させて少しでも長く踊っていたいっていう風に思っています。バレエダンサーと他の職業の大きな違いっていうのは、やっぱり寿命がすごく短いことだと思うんですね。なので、他の職業よりも倍以上、もう3倍ぐらいの速度でこう頑張ってバレエ人生を充実させないといけないっていうふうに思うので、なるべく充実した人生を送れるように今できることは今やらなきゃなっていうふうに思っています。でもちろんそのダンサー人生というのが終わった後は指導者の立場に立ちたいというふうに思っています。これはまだねこうぼんやりとした目標ではあるんですけど、せっかくバレエを習ったのにこうバレエが嫌いになってこうやめてっちゃう子っていうのはたくさんいると思います。私もこうなんか理不尽に怒られたりだとかして、こう本当にその正しいことをやってるのに怒られたりだとかして、こうもうバレエ嫌やって、バレエ教室行きたくないっていう風になってやめてしまった子をたくさん見てるので、なのでこう私はもしこう指導者としてこうその立場に立てたのなら、せっかく習ってくれたのだから、こうダンサーになるならないに関わらずバレエが大好き楽しかったっていう印象をね持ってほしいなっていう風に思うので、なんかそんな環境を作れる先生になれたらいいなっていう風に思っています。はい、ということでチャンネル登録者様数2000人突破の記念の質問コーナー終わりました。たくさんの質問どうもありがとうございました。次は5000人になった時ぐらいかな、慣れるかは分からないんですけど、こうなんかまた節目に質問コーナーっていうのをやりたいと思うので、またぜひ質問どうぞよろしくお願いします。あの YouTube を始めた時はそんな2000人なんて夢のまた夢っていう感じだったので、こんなにまあ早くなのかどうか分かんないんですけど、私の感覚としてはすごい早く2000人に突破して、僕本当に本当に嬉しいです。本当に皆様ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。ということで今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。